はい、皆さんこんばんは。デッドバイデイライトやっていきたいと思います。今回はね、いよいよです。いよいよというか、まあ、1.5 でアップデートが入りまして、デッドバイデイライトがね若干綺麗になっているとか、まあ新しくなりました。で、いろいろと仕様が変更されたとか、点があるので、そういうのをまあお話ししながらやっていけたらなと思っております。ということで、まあ、試合の方に行ってみたいと思います。さあ始まりました。ランプキン通りハドンフィールドですね、やっていきます。仕様が変更になったのはですね、フィールドが若干変わったっていうのと、あと罠を設置するのが早くなりました。あと拾うのも若干早くなっております。よし、じゃあやっていくか。ウィスパーに反応があるんで近くにいますね。近くにおりますが、まあまあ罠を張っていくことからでしょうね、トラッパーの仕事というのは。で、ハドンフィールドね、結構生存者有利の場所ではあるんですけど、トラッパーなんでね、まだ太刀打ちできるかなと思っております。この辺も続きます。近くにいるんだよな。しかしどこだ、地下にいるのか、でもこっちか、こっちですね。地下にいるのか、地下にいますね、これ。多分下にいます。絶対いますよ。ここ蹴り入れておきます。俺の予想言っていいですか？タンスの中にいます。いたいた。あ、タンスの中じゃなかった。出たのか。上か、どっち行った、こっちか。ん、足跡が消えたな。地下に戻ったのか、地下に戻った。足跡が消えましたね。いや、戻ってないと思う。でもビスパーに反応があるんでいるはずなんですけど、まあいいか、囚われてもしょうがないか。はい、もうランクもね結構上がってきたので、生存者一人一人がねもうすごい力を持ち始めております。よーし、どこかな。ビル G が絶対近くにいるんですけど、やっぱウィスパーにこだわりすぎると時間ばっかり取られますね。どっかちょっと別のとこ行きますわ。上かな。どこだ。こうも誰も見つけられないのは珍しいですよ。いじっているが、いない。隠れるとことかないんですけど、いないな。若干いじって離れたのか。こう押さえましょうか。まあ、順調に罠は設置できてるんで。向こうか。やっぱ向こうにいたのか。さあ向かいましょうか。中の発電機をつけた。ここつけたのか、一人で。いたいた、ドワイト発見しました。あっ、ここずっといじってたんですね。ってことは逃がしませんよ。初めて見つけた生存者は逃がすわけがない。チェイスを長時間すればキラーのスピードが上がります。 OK です。あと生存者の下に罠を設置できなくなっております。お、
罠な解除した音がしたな。向こうか。ここも押さえときましょう。板のところにもう置いてればね、もう逃げられない。板、その板利用できないんで、下にいるっぽいな。これ下にいますね、多分。ビル G が多分下にいますね。救った、いいですよ。多分この下の発電機をいじったやつじゃないかなと思います。さあ逃げていった。この辺で、あ、あったあった、足跡がありました。足跡が途切れ途切れになってるんで、途中で歩いたりとかしてるんでしょうね。さあドワイト押しつくぜ。うん、ちょいちょい歩いたりとかしてるんでしょうね。 OK です。ドワイトまた吊るします。地下あったっけ、ここ。お、地下の家じゃないか。まあ、ここにまた吊るします。まだ生きてるか、ビル G。 こいつ遠しいんでね、潰しときますわ。どこ行った、ビル G。 あのじいちゃんうまいな。ここ壊します。ボロードタイム持ってるんで、強引に助けに来てもおかしくないんですけどね。ビル G か。じいさん、罠に気づかなかったのか。結構分かりやすいところに貼ったと思うんですけど、気づかなかったのかな。ストライクか。オブセッションついてましたからね。だからそっちにもあるんだよな、罠が。オブセッションがね、のあれをもつけてないのに、僕はパークつけてないんですよ。何？後ろからやったやつがいるな。やってくれるぜ。ジェイ行くよ。こいつ許さないっす。こいつは許さないですね、俺は。徹底的に君をやらせてもらうぜ。ビル G はもういい。君だ。はい、と。そこ板ないんだよな。倒した、戻る。抜ける。あのマップが若干変わってるんですよ、ハドンフィールド。一旦倒すでしょ。左行くんで、で右行くんで、この板を倒すか。あとめっちゃ速いです今、チェイスめっちゃ長時間やってるんで、トラッパーが異常なほどのスピードになってます。さて、ありますわ、フック。吊るします。こいつジェイク許さないっすね。さっきせっかくのビル G を。で、散々ジェイクが倒してくれた板を潰していきましょうか。こっちの方も板倒してなかったっけ。まあまあ OK でしょう。あ、ここだ。いた、いましたね、ビル G。 ビル G 発見しました。強ポジぐるぐる系殺人。何？強ポジぐるぐる系のあれですか、ビル G は。生存者ですか。ここ壊しておきます。ジェイク多分救われると思いますが、まあいいですよ。
一応まあ J 君とこ戻りましょうか。そろそろ向かってるはずなんですけど、来てないのかな。来てない。ここも抑えましょう。もうこっちから助けられないんで、状況的にはジェイク沈めれば悪い状況ではないですね。ディサイシブストライクも、じいちゃんのディサイシブも使わせましたし、あ、ここまだ板あったな。壊しておきます。ジェイク多分助けられないでしょ。ここ板あったな。壊しておきます。ジェイクは沈めました。あ、ここも板あったな。壊しておきます。よし、もうだいぶ板一掃しましたよ。ほう、罠解除した。見てたってことか、つまりどっかで。さあ、あと2人。ウィスパーに反応がない。下か、大事って言うでしょ。多分じいちゃんでしょ、どうせ下いじるやつって。まあ蹴り入れときます。で、離れたってことはそれはウィスパーでわかるんで、探し続ける必要はないですね。ウィスパーってすごい最強のパークだと僕思ってるんですけど。あった、ビルジー、これつけ切りたいんでしょうね。逃がさんぜ、その代償はでかすぎる。で、また強ポジに逃げんのか。逃がさん、そこはないな。熟練のサバイバーであるほど悪行使いたがるんですけど。 OK です。で、あと1人だな。あと1人はもうここで見ときましょうか。さあ、どこだ、どこにいる。溜めないんだな、これ。この人別にいいですよ、溜めないなら溜めないで。さあ、発見しました。 OK です。あとはビルジーちゃんが、沈んだのを見て、出血多量で落ちたのを見た後に、クローゼットを吊るして終わりにしたいと思います。はい、あとはじゃあクローゼット吊るします。 OK ですね。はいと、全滅させることができました。バージョンが上がってですね、罠の、人の下に罠を設置できなくなったんですけど、その分、罠の回収速度と設置速度が上がってるんで、こっちの方が逆に、使いやすいんじゃないかなと思いますね、トラッパーは。はい、ということで、ちょっとね、ランクが相手が生半可にすごく強かったので、遊べなかったというより、余裕がない。まあいい言い方すれば、まあ全滅させられたんですけど、悪い言い方すればね、もっともっとプレイ向上させて、やっぱり、なんていうんですかね、もっとこう圧倒できるような、まあそういうプレイをしていきたいなと思ってるんですけども、まあ今後のね、またキラーが新しく増えたりとかして、デッドバイデライトまだまだ盛り上がっていくんでね、で、また生存者の方とキラーの方、まあ交互にいろいろやってますのでね、やられる回とかも僕アップしたりとかもしてるんで、絶対生き残るっていう感じでね、そういう動画ばっかりじゃないんで、その辺も楽しんでもらえたらなと思います。ということで、また次回生存者側かキラー側か、やっていきたいなと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。